はい、こんにちは。レトスのーノです。え、ここ数日なんですけれども、メルマガの読者さん、また、YouTube の読者さんに対して、何か動画のネタありませんかお悩みありませんかっていうことを募集させていただきました。そして、たくさんの方から、いろいろな動画のネタだったりとか、いただくことができました。本当にありがとうございます。で、その中から、ご質問していただいた人だけじゃなくて、より多くの方に見ていただきたいな、有益な情報なので、 参考にしてほしいなという内容をこれからお伝えしていこうと思います、まあ、その内容が何回になるかわからないんですけども、まあ、今日は1回目とということになりますで弊社レトスはご存知かもしれないんですけれども宅建の個別指導を行っております宅研試験の合格を目指す方に対して無理なく無駄なく効率的な勉強法である理解学習を使って受講者様それぞれの問題に対して解説をしております。 計画表の作成から勉強できているかの確認また勉強が行き詰まった時にどうやってその課題を乗り越えられるのかそういったアドバイスも個人個人に対して行っておりますで今回の話に入っていくんですけれども今回の内容は釈迦法民法民の話になってきますで多くの方が借地借地法苦手としているんですねなぜ苦手なのかというと 大まかな全体像を理解していないからなんですね大まかな全体像を理解していないというのが一つ挙げられると思いますなので今回は細かい内容というよりも大まかな全体像をお話しますこれが分かっていないと細かい内容をどれだけ覚えたとしてももう使えないんですよ多くの方が細かい部分は勉強するけれども大きな部分が分かっていないがゆえにボンミスをしちゃうんですね でこれは実際、ボンミスではなくてそもそも理解できていないから間違ってるんですよ。でここに気づいていない方が非常に多くてまず、認識を改めなないいといけないんですね凡ミスだったりとか問題文の読み違いで失点しているということはそもそも問題文が理解できていないまたは法律、解説、ルールこれが理解できていないもうどっちかなんですもしくはもう両方ですねなんですよ。 つまり結局は理解学習ができていないっていうのがもう根本の原因なのでそこが分かっていないと勉強の仕方って変えないんですよねなので特に1回以上落ちたことがある方っていうのはそこを注意していいたただきたいんです振り返ってみると「あこの問題解けたのにあの問題解けたのに」って数えてみると「5点ぐらいあった」「この5点あったら合格できたのに」であれば「 あと少し勉強すれば次の試験合格できるだろうと勘違いをしてしまうんですねでもこれは本当に大きな勘違いなんです同じようなやり方をしたら同じように次の試験もボンミス問題文の読み違いで何問か落としてで結果的にまた不合格ってなっちゃうんですねそうならないために日頃から理解学習をちゃんとやっていくということが重要ですで今回お話しする内容も理解学習です ぜひ参考にしてみてみくださいでまず建物と土地に分けますもうこれは問題文見ていただいたら分かると思うんですよ問題文見た時にえ土地の貸し借りなのか建物の貸し借りなのかって問題文書いてあるじゃないですかなので、まあ、そこ見ていただいたらあこれは建物の賃貸借の話なのかああこれは土地の賃貸借の話なのかまずここは分かると思うんですよパッと見てでその後です その後、建物について、民法が適用されるのか、それとも借家法が適用されるのか、まずここの判断をしなきゃいけないんですね。借家法っていうのは借地借家法って考えてもらっていいです。借地借家法っていうのは借地法と借家法。まあ、二つが合体して借地借家法なんですね。その、まあ、建物の方だけなんで借家、まあ、法って書きました。借、ま、家、あ、権って考えてもらってもいいです。 つまり、えー、普通建物賃貸借とか、定期建物賃貸借とかですね。まあそういったものですね。まあ、どっちがまず適用されるかを判断しなきゃいけないです。で、建物についてはすごく簡単です。もうすごく簡単で、もうほぼほぼもう借家法適用なんですよ。建物の賃貸借については。もう一部だけ例外があって、それは、一時使用目的で建物を借りる場合のみ、民法が適用されます。 民法のルールーが適用されるっていうことですねこれ例えばどういった場合かっていうと例えば、まあ、選挙事務所として、まあ、1ヶ月間だけ、えー、ビルの一室を借りるとか、まあ、そういった場合ですこういった場合は民法の賃貸借が適用されるので民法のルールに従って処理するっていう話ですね。で一方そうじゃないといった場合もうほぼほぼこっちに当てはまるんですけれどももう 例えば普通のアパートの、えー、貸し借りもそうだし事務所の貸し借りとかもこっちですね借家法が適用されますで借家法つまり借家権には2つの種類があるんですねそれは普通借家権と定期借家権普通建物賃貸借って置き換えてててももらっっいいです普通建建物物賃賃貸貸借借と定期建物賃貸借って2つあるんですよここもちゃんと判断できないとダメなんですねじゃあ判断の仕方は何か これは、更新があるかないかの違いです。普通建物賃貸借、普通借屋券の場合は、更新があるんですね。で、一方で、定期建物賃貸借、定期借屋券については、更新がないんです。更新がないので、期間を定めて、その期間が終わったら、もし住み続けるとなると、再契約ってなるんですよ。更新ないから。 で一方で、普通借家券、普通建物の賃貸借は、もう通常は更新、更新、更新と。まあいうふうになる。っていうことですね。で、注意していただきたいのが、期間の定めがある。期限の定めがあるか、ないかで判断するんじゃないよっていうところです。これ間違えている方非常に多いです。期間の定め、期限の定めがない。つまり存続期間ですね。存続期間、契約期間って置き換えてもらってもいいです。契約期間の定めがないから、 これは定期建物賃貸借だって思っている方いるんですけどもそれも間違いですから期間の定めがあってもなくても更新があるのであれば普通建物賃貸借なんですで一方で更新がない場合は定期借家権、定期建物賃貸借になるんですねで一応要件があってまあここはちょっと細かい部分は、えー、テキストとかで見ていただきたいんですけれども 定期借家権は必ず期限定めるんですよ契約期間定めるんですね例えば1ヶ月とか半年とか1年とか2年とかで絶対定める定めた上で更新なしですその場合は定期借家権になるよっていうことですでもしそういったものが書いてないつまり更新ないよっていうものが契約に載ってないとかそもそも期限の定めがないとかっていった場合は普通借家権になるのでこの点注意しておきましょう で、ここまでが建物の話ですね。細かい内容については、それぞれえ覚えていかないといけないので、覚えていってください。民法の場合の賃貸借、え普通建物賃貸借、定期建物賃貸借で、それぞれちょっと覚えなきゃいけないものは、まあ、たくさんあるんですけども、まず、この区分けができていないと、覚えようがないって話なんです。多くの方が、この細かい内容を、初めに覚えちゃうんですよ。で、覚えたとしても、これが、 定期借家券とつながっているってことが分かってないとこれをこっちで使ったりとかこれをこっちで使ったりして間違えちゃうっていうことになるのでまず大きな箱3つですねこれを作りましょうボックスを作ってでこのボックスの中箱の中にルールを入れていくというふうな感じで頭に入れていくと整理できますんでぜひそのようにしてみてくださいで続いて土地ですね 土地についても建物と同じように民法が適用される場合と借地法が適用される場合があります。で、借地法は借家権って考えていただいて大丈夫です。で、まず借地権、借家法が適用される場合ってどんな場合かっていうと建物所有目的で土地を借りる場合、土地を使う場合です。建物を建てることが目的で土地を借りたり土地を使う場合なので 例えば、土地があって、土地の上に、アパート建てますよとか、自宅建てますよとか、工場建てますよとか、あと、ファミレス建てますよとか、そういった場合は、借地法、こっちが適用されますよっていう話です。で、一方で、民法が適用される場合があります。それはどういった場合かっていうと、建物所有目的じゃない場合、つまり、建物は建てません。でも土地だけ借ります。例えば、どういった場合があるか。 資材置き場として土地を借りる場合とか青空駐車場車を止めるですね駐車場のために土地を借りるとかっていった場合は民法が適用されますでそれ以外でも一時使用用目的で土地を借りる場合も民法が適用されますこれ例えばどういった場合かっていうとあのサーカス団が来てサーカスのためになんかあれ建物っていうのかなテント建てる時ってあるじゃないですか。 ああいったものってもう期限決まってるわけです。例えば2ヶ月間だけ土地借りてそこでサーカスやりますよって決まってるじゃないですか。まあ、そういった場合ですね。まあ、イベント事があった時にそのイベントのためだけに一定期間土地借りますよっていった場合これ一時使用目的なんで民法が適用されますよっていう話です。これで民法が適用されるのか借地権借地法が適用されるのかこれ分けることまずできましたね。 で続いて借地権については普通借地権と定期借地権2つあります分けることができますこれ一緒ですね考え方は実は一緒でこれも更新があるかないかで判断するんです更新があれば普通借地権更新がなければ定期借地権となりますでこれも細かい要件っていうのがあるのでまあそれ覚えていかなきゃいけないんですけども注意点は建物の方にも言ったんですけども あの期限の定め、期間の定め、契約期間、存続期間、こういった期間を定めがあるかない、こういった期間の定めがあるかないかで判断するんじゃないんですよ。ここを注意してください。もうこれも間違って覚えてる方いるので、そこですね、そこはもう注意してください。期限の定めがあろうが、なかろうが、ここです。更新があるかないかで判断すると、まあ、いうことがすごく重要です。まあ、ただ これもですねこっちでお伝えしたんですけども要件があるんですよ定期借地権になる要件があってその要件を満たした場合にのみ定期借地権でその要件満たさなかったら普通借地権になるんですねこっちもそうです定期借家権の要件があってその要件の一つの中にこの更新がないっていうのがあるんですよねで、えー、先ほども言った通りあとは期限の定めをするとかそういった要件を満たしたら初めて定期借家権 定期建物賃貸借にななっってこれ満たさなかったさから普通借地権になりますよって話ですこっっちも一緒定期借地権って、まあ、3種類あるんですけども3種類のいずれかに該当する、まあ、それぞれの要件がまたあるんですその要件全て満たすと例えば一般定期借地権の要件満たしたらそれは一般定期借地権になるまた事業用借地権満たすのであれば事業用借地権になる建物譲渡特約付きの借地権になるのであれば 建物上特約付きの借地権この3つっていうのは、まあ、定期借地権なんですけどもこれは全てに言えることは更新がないっていうことなんですよ共通して言えることですね共通している要件は更新がないでその他の要件を満たすことによって一般定期借地権になったり事業用借地権になったり建物上特約付きの借地権になったりするんですけどもこの中のどれにも該当しないとつまりどの要件も満たさない といった場合初めて普通借地権になるんだこっちに戻るって話ですねここ頭に入れておきましょう定期がつくものは更新がない場合必ず更新がない場合に当たりますで、さらに細かく要件が決まっているので要件を満たした場合にのみ定期借家権や定期借地権になるよう要件満たさなかったら普通借地権普通の方に戻るんだこっちが適用されるんだっていうことになります ここは絶対に理解しておいてください。もうここ、今言った内容頭に入っていないと、もう全然整理されていない状態でえ頭に入れることになっちゃいますんで、もうそうなってくると、まあほぼほぼ引っ掛け問題に引っかかっちゃうということになります。で、もう出題している人から言うと別に引っ掛け問題作っているわけじゃないんですよ。ちゃんと理解できているかを質問しているだけなんですね。理解できていれば、つまりちゃんと頭が整理されて、 えー、頭に入れることができていれば全然内容的には難しくないので,で覚えるものもの正直そんんななに多くはないんですね例えばもう70歳過ぎていて記憶力が落ちてきているっていう方でもこれぐらい頭に入れることは可能なんです細かい要件とか解約の内容とかってそれぐらいであれば全然頭に入れられますんでまずここの整理ですよねちゃんと箱を作っておく123123 この箱を作っておいた上で細かいルール、内容っていうものをその引き出しの中に入れていくっていうことをぜひ行ってください。そうすれば釈迦法2点ですね、2点取ることができますんで、ぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。ではまた次の動画でご質問があった内容、共有できるものがありましたら作成してお送りさせていただきますんで、今しばらくお待ちいただければと思います。 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう